フレッシュライブはサイバーエージェントが設立した PC とスマートフォン向けのライブストリーミングプラットフォームである。2016年1月21日から2020年11月30日まで運用された。2016年1月21日にサイバーエージェントが動画配信プラットフォームとしてアメーバフレッシュの名称でスタートさせたサービスで サービスローンチした理由は、代表取締役社長である、藤田進が趣味である麻雀のプロ雀士の、麻雀番組をニコニコ生放送で見まくった際、スマートフォンでは、麻雀パイが見えにくかったことが理由である。また、ニコ生がオタクコミュニティになっている感覚があり、一般人からまだハードルが高いと思われているところを、低くすることも目的としているため、 ターゲット層はテレビを見なくなった10代から30代の層をコアユーザーとしている。2016年4月1日付で運営会社をインターネットテレビ局である ABEMATV に移管され、同時にサービス名を ABEMATV フレッシュに変更。しかし別サービスであるにもかかわらず ABEMATV と混同している出演者や報道が 相次ぎ混乱を招いたことから同年6月1日付でサービス名をフレッシュバイアベマ TV にリブランドした。また同年11月1日付でアベマ TV からサイバーエージェントへ事業移管されサービス名がフレッシュバイサイバーエージェントに変更された。2018年6月26日サービス名をフレッシュライブに 変更2019年2月12日をもって無料チャンネルにおける新規チャンネル開設、新規番組作成、生配信及びアップロード配信、すべての番組のアーカイブ保存、公開などを順次終了することを発表した。同年2月13日以降は一部のチャンネルを除き、1月10日時点で会員制チャンネルとして存続しているチャンネルの配信のみに限られる。 2020年11月30日をもってフレッシュライブのサービスを終了することが同年10月9日に発表された。サイバーエージェントは2019年から子会社のサイバーズが運営しているオープンレック TV とのサービス統合を進めており、一部のチャンネルなどはすでに同サービスにて配信を開始している。ローン知事で200チャンネル用意されており、 芸能人が登場する番組もあれば、サーフィンやバスケットボール、アイスホッケー等のスポーツ試合中継に加え、犬が登場するものや、マージャン中継なども行われる。テレビ局やラジオ局、出版社と組んだコンテンツも用意され、一般からの配信登録も募り、コンテンツクオリティ維持を考慮し、サイバーエージェント社にて審査してチャンネル開設を行っており、 6月2日時点でチャンネル数は600チャンネルを超えた。また、7月4日より配信事業者向けに課金機能が開始し、月額有料チャンネル開設が可能となった。2016年9月、在日特権を許さない市民の会のもと、会長で政治団体日本第一党党首の桜井誠が公式チャンネルを開設し、番組を一度だけ配信したが、 運営側の判断によりチャンネルは閉鎖された。2014年から芸能人の番組をウェブ配信するネットサービスアメーバスタジオで運営していたサテライトスタジオを2015年7月18日原宿駅前近くの原宿アッシュビル1階に公開スタジオアメーバフレッシュスタジオととして開設したが株式会社アベマ TV への動画事業遺憾など 運営環境の変化もあり、2016年6月には原宿アベマスタジオに改称している、競合サービス、ありがとうございます。